津市で去年5月、中林ほのかちゃんが母親の暴行で死亡した事件では、大学教授らで構成される第三者委員会が、自走の対応などについて検証を進めていました。 第三者委員会は29日検証結果を公表し児相や津市が自宅出産した記録などを踏まえ母親の養育力を多角的に判断しなかったなどと指摘しその後の適切な支援にもつなげることができなかったと分析しましたその上で養育力の未熟さを客観的に判断するシステムが必要などと提言し一日知事に報告書を手渡しました